こんにちは、PZP です。今日は小山市にある町の意識色彩館に来ています。本日2021年6月13日、小山市初の缶の地ビールが販売されるということで買いに来ました。それでは行ってみたいと思います。こんにちは。地ビールを売ってるって聞いたんですけど、はいはい、どちらでしょうか。はい、こちらでございます。どれ？はい、こちらです。ちなみに3種類出たんですけど、こちらは、お米、コシヒカリ、小山のコシヒカリ、冬麦たまねぎとか、そういうビールですね。で、こちらが小山の鳩麦。それを作ったり、こちらは小山の大麦ですね。味的にはどうなんですか？味的にはこれが一番軽い感じ。軽い、ちょっと喉乾いた時に水が飲めて、でも 4.5% かな、 7% ありますので、まあ、気をつけて、うん、一番濃いのはやっぱ大麦ですね。大麦、うん、大麦アルコール度数、7、結構これが一番あるんですよね。7% あるんだ、はい、7% あるね。はい、鳩麦が5.5%、 あで多分これが 4.5%。 なるほど、はい、分かりました。じゃあとりあえず1本ずつもらえますか。はい、はい、分かりました。じゃあこれとこれとこれですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、袋はどういたしますか。あ、袋はなしで大丈夫ですよ。なしで大丈夫ですか。こんにちは、オーラジカードの特典って何なんですか。コーヒーが1杯、ホットコーヒーですね。はい、1杯飲めます。あ、そうなんだ。うん、ただ中で、中というか外にセルフになってますので、はい、じゃあ出さないで、はい、じゃあ出せば飲めるかな。うん、オーラジを飲んでいただきます。わかりました。そう、今日は地ビールが発売されたっていうから、ちょっと記念にこの動画をね、ちょっと盛り上げようと思う。この地ビール工場ってあれですよね、市民病院とこの、そう、市民病院からちょっと南側でファミリーマートが右側にあるんですけど、そのちょっと手前左に入ったところにあるんですよね、うん、だから市民病院からもう 2,3 分で行っちゃうぐらい、うん、に工場があります。やっぱりお金取って工場ツアーやった方がいいと思うんだけど。まだね、そこ始まったばっかりで。それかでもまあそういうのも、はい。はい、それでは道の駅の中ちょっと見てみたいと思います。送るときは800円、800円だけ安い。だったらさ、
枚。こっちは入れなくていい。コップ1個だけでいい。あ、全部でか。小山市で販売された小山市初の地ビール3種類出ていました。これ買ってみました。ちょっとね運転中なんでね今は飲めないんですけど帰ってゆっくり飲みたいと思います。はい、ちなみにこれは表情開運水ですね。地下水です。